とにかくね、赤い色でねバラを描きたい。でバラっていうよりまあバラというか螺旋っていうかね、赤の色を塗りたいために絵を描いてるところが、今回はイタロ・カルビーノの見えない都市という架空の都市の物語、51個の架空の都市、それが私の中でその物語が解けてバラ都市になりました。なんか溶けていったりとか、こう壊れていったりとか崩れていったりとか、境界線と境界線の間を歩くとか、だからきちんとした絵は嫌なんですよね。なんかこうどっかで壊れていく寸前のところとか、なんか危ういところでこうバランスが保たれてるとか、最初に個展をするときに最初はアクリルで描いてたんですけれど、なんかアクリルは限界があるなと思って、で武田邦紗さんっていう日本画家の方がいらして、邦紗さんに岩絵の具で描いてみたいんだけどって言って、ちょっと使い方を教えていただいて、この紅新社っていうのが大好きな色で、ちょっと水銀を含んでたり、基本的に鉱物なんですけど、毒を持ってると同時に人を癒す力があるんですって。でこれでずっと描いてる。鎮神効果があるんです。女の人はこの色を見ると震えるんです。日常の中で忘れていた何かがこの色の中にあるような感じ、わかります？で街は窓を描くでしょ。窓を描いてるとその奥にまた人がいるのかもしれないとか、そこで愛を語ってるのかもしれないとか、それからいろんな状況がその窓の奥に見えてくる。だからバラを描くと人を描いて、街を描くと人がいて、その奥にまたバラがあってみたいな、こう螺旋のようにその永遠にそういうものが続いていくような。街には人がいなければ街は廃墟になってしまう。街はそこに人がいるから街なのね、都市なのね。でそんな単純なことに感動したりとか、そういうことを考えたりとかするのがバラっていうのは、バラは今ここにいる喜び、この世界にいる喜びみたいなのを表してるのかなとか、あと象徴しているものが愛情だとか喜びだとか、あと何かその渦を巻いている中に一体何があるんだろう、ぐるぐるこう花びらと花びらがこう重なっている中、奥の方の奥の奥のその奥に何か迷宮のように何か神秘みたいなものがあるんじゃないか。この絵がありますでしょう。何にも見ないで好き勝手に描いたのね。そしたら知り合いの方がアルハンブレラ宮殿の写真をお見せになって、ゆきさんこれ同じなんですけどっていうの。描いたものが現実にあったものを描くんじゃなくて、描いたものが現実にあるみたいな、なんか心の奥にいつか見たものがあって、描いている間に何か、描いていることで何かに近づきたいっていうか、それが出てくるのかなって。